大谷の内野安打、いくらなんでも打球速度がおかしい。怪我の具合が心配されたドジャースの大谷翔平投手だったが、その不安を払拭するロケット打球を放った 113.5 マイル、約 182.7 キロのロケット打球は一塁手のミットを弾き飛ばすほどの一打だった。左太もも裏の違和感が明らかになった大谷は、その影響からか直近7試合では32打席ノーアーチ、打率2割1分3厘、3打点と下降線をたどっていた。この日の試合でも1回表無視1塁の場面の第1打席は1塁ステアのグラブを弾くも2ゴロ、続く4回表の第2打席も2本でプレーしたマルティネスのチェンジアップを引っ掛けてまたもや2ゴロで凡退。6回表の第3打席ではスピアーズが投じた内角へのスライダーにタイミングが合わず空振り三振と精彩を欠いていた。左太ももの打撲の影響も心配されていた大谷だったが、それを払拭したのが9回表の第4打席だ。同じくスピアーズが投じた4球目のチェンジアップを強振すると、打球はロケットさながらのスピードで一塁システアの正面へ。ダミの選手の打球なら一塁ゴロで凡退となる場面も、この打球速度は 113.5 マイル、約 182.7 キロ、真正面のゴロでもあまりの打球スピードにステアのグラブは再び弾き飛ばされてボールはライトに転がった。打球速度速すぎやろ。182キロはエグい。本当に太もも負傷してる人の打球か。まあここまで打球速度出せるなら大丈夫かな。もう狂気やろ困難。それとれんは体当たってたら大怪我してたな。投手もピッチャーライナーが怖いけど、ファストとかサードも大谷みたいな打者の時怖いだろうな。大谷相手の時に内野の守備つきたくなさすぎる。大谷の打球速度の脅威は一塁手のみならずランナーも同じでしょう。ベッツ曰く、大谷の打球を受けたら僕は退場、大怪我だよと、こういったことは選手生命にも関わるエピソードの一つなのかもしれない。大谷の打席の時はベッツが一塁にいること多いからな。大谷の前を打つ打者も大変だ。いつかベッツに当たらないことを祈ってる。180キロのボールが一塁に飛ぶまでの時間なんて1秒すらない。ベッツの身体能力でも避けられるか心配。打球の速度自体は出てるから、あとは角度やね。太もも負傷して以降の大谷さんはマジで打球上がってない。今日も内野ゴロばっかりだった。大谷は不調の時は本当打球上がらないんだよな。どうにか修正してホームラン打って、ドジャース打線に勢いをもたらしたいところ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。